好吧，那还好。回家就看到老婆在装死。ドアを開けたら妻が倒れてる背中に突き刺さる包丁を床は血まみれ知らない人が見たら気絶するかもしれない僕が落ち着いて今日は掃除が大変そうだと笑うと妻はうつ伏せのまま満足そうにクククククと笑ってた家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています明日はどんな死に方しているのか予想すらできないある日は頭に矢が刺さってたり軍服で銃抱えたりマンボウの着ぐるみか死んでた時ドア閉めようかと思ったあと片付けも結構大変で床の血のりを洗ったり矢が刺さったまま晩ご飯作るのは勘弁してほしい家に帰ると妻が必ず死んだふりをしていますちょっと褒めると調子に乗るからできるだけスルーでお前は忙しくでも彼女に会うだけで楽しかった徹夜で車あてもなく飛ばして海見に行ったりしたのに結婚直後おこ初めて部下持ち仕事がとても楽しくなった家で一人で待つ妻の気持ちを考えていなかった家に帰ると妻が必ず死んだふりをしてるのはあの頃の二人に戻りたいから奥にはわからない家に帰った僕をまあらだらだらってなるか僕ら二人の愛の形ならばそれはそれでありだろう家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています今日はどんな死に方しているのか期待してあげるとは